はい、えー、皆さんどうも。はい。今日はね、えー、こういうテーマです。今年の論文方式は、えー、ここから攻めていこうとおいうことで、えー、レックス専任講師のお宮内聡がお送りいたします。はい。えー、まずはですね、このおレジュメのね、 1>, まあ1ページとか2ページ3ページを見ましょうか重要ですよこれ非常に価値がありますよほらこれはねほかに俺ほら予想問題の講座と受け持ってるからあの実際にはそこでえ言うけどね事実問題としてあすごくよく出てるテーマ「ピンクで塗ってみいました」これはね丸が5つ以上ついてるやつです。 特許はね、新規制やろお、国際特許制やねそれから分割うそして特許権の効力侵害あ判例、えー、まあ条約って言ってもね、まあ、パリとか PCT やろうけどこれが頻度高いわけです、ねうん、5つ以上にちょっと絞っちょるけで、で衣装はねあ保護対象やねうん それからの新規性創作費用衛星線香眼、関連衣装衣装系の侵害この辺が非常にやっぱ多いわねうんで商標はねあー意外とねつ以上が少なかったんですようん。八丈とね無こ審判だけだったんですねだからちょっとそれじゃ寂しいから4つまでちょっとねあーのー塗りました4つオレンジにしましたね 1> 4 1 1一やっぱね8乗4 1 1一多いってことだよねこれドプロ特例出てますよ補正も危ないねまあそんなところです、えー、ということで、えー、今年の論文本式はそういったねやっぱりあのメジャーなところから攻めていくっていうのは王道ですわねじゃあ次にねあの講座のことを言ってみるからね講座はね あのー、まあやっぱり直前系の講座を今日はね紹介していきたいなとこのように思っております。ねああ論文直前系講座のねこの的中率61%ということなんですよ。ああ。ね、まあ、いろんなテーマがあー、あのー、出てるってことですよねそれだけ。 なるべく、なるべく、まんべんなくね。うーん。それでね。まず、ここにもありますけどね。論文過去問、えー、分析講座中のがあってね。えー、これ、まあ、一つ売りになっておりますから。あプラスアルファの過去問分析っていうことよね。これは、あの。答練と模試と違って、まあ、過去問の講座ですけど。まあ、私はね。他に、前の、やってる過去問講座がありましたよね。 これ後ろの方にあるんだけどああこのね「理想と現実」というね「論文書くも28年分」これはねもうフルスペックの答案ねもう答案の書くかともわからんわという人はこっちの方がいいと思いますねフルスペックの答案でやってますから論文書くね過去に遡って28年ですよ具体的に言うと平成8年まで遡ってますからああで これはですね、あのー、どんな感じかというとね、うん、イメージが分けやすいように説明すると、ちょっとあのレジュメが確かあったと思うんだよね。ちょっと見せますわな。ああ、これかな。ああ、これですね。今日の私のレジュメのね、ああの29ページのところにあ、テキスト見本というもんがございますんで。 それをちょっとね見ていただきたいんですがああこれのじゃあ次のページ「論文・学問分析」こんな感じですよこれはねちょっと平成26年であの昔のやつなんですけど今年はねあのもうちょっと新しい平成29年以降だったかなあがあの載ってますけどうんそれで、えー、まあね 要するに大大よこれ大把握の訓練、ね、で答案構成を、あのー、実際の授業でも見ていってこれとこれとこれがポイントやぞと、ね、要するにね、あのー、問題文の肝はどこなんだとちょっと俺がやってみるけどね例えばこの平成26年のあ問題1の説問にはね、まあ、大体後ろに来てるんですよ。あえーとね、これだ 上記、ね、配布によりあー胃の新規性が創出するかをあ新規性が特許を検討されている趣旨に触れつつああの理由とともに述べようと。ねえー、で新規性が創出するかっていうのはね、あのー、翌年話やから青で塗りますわな。で、えー、新規性が特許を検討されている趣旨はね まあいつものミドレンジャーですよで、えー、この新規性をそうするかそうするしないかの理由やねこれはねどうしようかなまあ青でいいですわなんでかというとこれは新規性失うんですよ結局何でかというとねちょっといいか出願日がどっか書いてあるわあーえー、っとねあー 書いいてないね12月1日でしょ12月1日にあ,あ分かったあのもう12月1日の時点でねいいですかあのは配布しとるんですよほらサンプル配布してるんですよええ胃の擬飯に属する甘味料をねっ つまりあの販売つまり公然実施ですよね新規制失ってますよもうええー、だからあの、はい、新規制を創出するかねで結論は創出するねで理由はあのえっ、ー、とねサンプル配布ですよねうんでこれがあの公然に該当しますわねえ 配布なんていうかほらあまあ見知らぬ人に配布してるんだよね公然でしょう。で、えー、まあ配布したらいすぐその中身がバレるわけではないんだけども、えー、公然知られる恐れがありますわね。で結果的に後でそれがどういうもんか分かっとるんやけど12月9日にねほら結局なんか分析して分かってるわけだどんなもんかが。ということですよ。だから新規制を失うね 条文は29条1項2号ねで趣旨はこれです。ね。抗体独不要。新規制ですよ。ほら。抗体独不要。ね。新規発。ね。抗体独不要。新規発。みたいな覚え方もね。ある程度教えていきますわ。ええー、ほら、こういうふうに。ね。要するに、あの、大把握の仕方をね。ああ、教えていくと。全文書きはやりません。 基本的に全文書きはやらないというか一応レジュメはついてますけどこれのフルスペックの答案ねただ時間がないんでこういう答案構成を中心に私はね授業をやっていきますからねオッ OK そしてこれで終わりかああとね今度はね再現答案講座ってあるじゃんこれも説明すんな今ねちゃんと説明したやつはね これ説明した十段分類定答案構成を中心とした大把握のための講座ねじゃあ今度は再現答案分析講座ねこれはなんと受験生の答案ですねでこれは何が良くて何が悪かったのかを俺が分析していくとおおえっ、ー、と私が今日配ってるレジュメのね えー、あちなみにさっきの十段分類編のフルスペックの答案一応こうやってついてるからねこれ俺が書いたわけではないけどレックのちゃんとした公式の答案だから大丈夫ですよで、えー、あこれかこれはねほらあこれは115点ね、まあ、ちょっと途中で省略してるけど45ページがなんか空欄になっててね本当はもうちょっと続くんだと思いますよこれ。 まさかこれで終わってるわけじゃないんでね。そうだなでこれ115点よ。あの1と2の合計がね。でこれって受かってるか受かってないかと言われると受かってるんですよだからこのトーン私が見ていってなんでこの点数がついたのかね合格したのはなぜなのか逆に合格ではあるんだけどまあなんか120とか超すごい点数でないのはこの辺が原因だろうみたいなね。 風にやっていく結果として皆さんもねあこの程度で合格するんだあるいはこの程度書かないと受からないんだというのが分かるわけです。ねあこれはすごいねこれ何法あっ衣装法で66はすごいよこれこれいうこれはもうねさっきのあの115点はねまあ試験的なまあしゃあないか受からせてやるかみたいな点数ですよ120以上がねよし合格とはんって感じ。 115はまあいいかぐらい。うん、で衣装で66はすごい俺文句なし合格とはんです。ね。商標はどうよああこ,これもああいいねこれ不合格ですわ。うん、ああ不合格というか合格とはんではないです、うん。不合格とはんでもないですねこれ。グレーゾーンですね。じゃあなんでこれは合格点がつかなかったのか合格点というのは54点以上だからね。 なんでつかなかったのかそういうところをね俺がしっかりとおお解説していきますええー、これお面白いよ受験生の答案だからねうん逆にいいんじゃないあの完璧な答案見てやるよりもねはいじゃあね次にあ俺がやる講座でねまあ私がやるやつだけにしますけどねああ直前答えなんと目玉です 私、ね、今まで直前登霊の解説やったことがないんですが今年からあ論文直前登霊のお解説者に名乗りを上げます。ねええー、ということでここ見てくださいほら、ね、新宿エルタワ本校、えー、私がね解説者として、えー、登壇しますんでねあよろしゅお頼み申し上げます。ね まあ直前当練っていうのはね、まあ、あの実戦当練にまあ似てはいるんだけど、まあ、やっぱり直前ゆえにねあ本試験で出されるであろうテーマをね、まあ、予想して出す当練だから受ける価値が十分にあるということですよね。あ公開もし公開もしと当練の違いよね連はね当練はねやっぱりこのまあ1日1科目ぐらいで終わるんだよねうん もしはもうあれよ1日潰して朝から晩までやるって感じよ。ね。これは俺は解説書なんけどね。であとは何だろうこれは。ああ十段分類さっき言ったからいいよね。うん十段分類のね、あのー、説明がね2 0二十ページぐらいからあるからね、うん。さっき俺が口頭で言ったからいいでしょね。 答案構成とか大白を鍛えるための講座だからはいじゃあ今度はああカスタマイズ講座のねでとりあえずね俺がやるやつをあの解説するからそうねちょっとこ,このねあパンフレットの24ページにねあこういうページがあるんだけどあの俺がやるやつねこ青本でしょ審査基準 これですかね俺がやるのはそうですねこれだと思いますあとは違う先生が多分やると思うんでうんそうですねこ,これこ,この,ほうほうあのちょうどね俺あの1時間ぐらい前青本の講座を教えてたんだけどこれいいですよ これね、青本出資対策講座と言ってるけどあの青本も万全じゃないんだわ実はええー、だからあのところどころね審査基準も交えてますよね青本出資対策講座ね特実と衣装両方やっとるけどねあのこれね非常にあのやっぱり完成度の高い講座になってますよちょうどね俺今日やったんでねちょっとお見せしましょうかねどんな感じかね うん、じゃあちょっとだけお見せしますわえー、せっかくやからねまあ例えばねあ特実あ特日の1ね特日の1っていうかあうわすごいなこれ特日こんなにテーマがあるよほらおいすごいこれ1から始まってね特日だけでだようわ特日だけでもうね 137+ 実の10だから。 もう実に150テーマ、ね、そして R3 改正 R5 改正もバッチリ完備ということです皆さん R3 改正 R5 改正まで心配いりませんねそして俺があの3段階でつけてますよ B はねあのこんな感じかな項目的って重要じゃないですか重要だけどあんまり出ないんですよ ね、重要だけ見れば A ランかもしれないけどあんまり頻度高くねえから B にしてるとこんな感じで色分けもこうねカラフルに俺の蛍光ペンであの色を塗ってますちゃんと意味があって塗ってますからねほらピンクと黄色でバズってオレンジみたいなねええー、であの輸出の趣旨はねまあちょっと出やんやろうということで C ランクただあの何でやるかというとやっぱり口述とかでも出る可能性あるしね 去年あの衣、ー、装法で輸出が輸入が聞かれてるからねまあそういう意味では特許で今度は輸出が聞かれるリスクもなくはないよね続地主義に反するか反しないかも聞かれたよ去年の衣装法でそういうこともあるからねであとねこ,これも売りだよショートバージョンも乗っけてんだよねこれ青本マルチバージョンだとね12345678行だけどショートバージョン3行ですよええー、ねえいいでしょ うん、それでねその青本だけではねちょっと拉致があかんというのはね例えば仮線仮通の趣旨があるんだわ仮線仮通の、まあ、B ランクって付けてるけどこれね見てください趣って平成20年改正本なんですよ青本に載ってないんですわええー、青本に載ってないですよねだからこういうのちゃんとやるこれ長いのでもこんなのもう書けるわな現場でだから見てくださいショートバージョン用意してますからね ちょっとお見せできないですけどね。えー、たった三行か4行ぐらいで終わってます。えー、いいでしょうが、おい、それが青本ね、あの別々に取れますから、特実衣装ね。うん、いいですわ。で今度はね審査基準ねあ、審査基準もね何気に出ますよ。っていうのはね私がちょっとあの今パッと思いついたのはね、あのー。 えっとね、去年の遺書法であの建築物が工業上利用できると言えるのはなぜかみたいな問題が出てましたよ。なぜ建築物の遺書は工業上利用できる遺書と言えるのかみたいな。これはねなんと新作順に答えが書いてあるんですよ。ねちょっと今俺新作順持ってきてないけどね。あのだから新作順バカにできませんよ。そっから出る場合もあるし。でまあこれは特にね あの新作業のだけでも衣装商標はねあのもうねモデルチェンジしてます実際の特許庁があの令和5年改正に対応できるようにあモデルチェンジしてます、ええ、でそれに対応してますからあーまあ、やっぱりそういう意味でもねあの特に衣装商標はあーそういう意味で受ける価値あるんじゃない特実はねあんまり変わったところがないんだけど。 ね、去年とかおととしとあの衣装商標はまさにね令和5年改正で審査基準も改定を受けてるからねあそんな感じするねあと判例論点攻略っていうのはこれはねあのー、まあ出そうな判例ですよこれ大体ねこっから出てんだよねこれ確かにの俺の、あのー、記憶だけどね当たってますよ去年もねここには書いてねえか うん、あの去年、あれが出ましたやん特許法でね、えーえー、とメシル酸カモスタット事件別名、膵臓疾患治療剤事件とそれからあの、ね、プラバスタチンナトリウム事件出ましたけどね当然、抑えてますよ、えー、全然抑えてますよあと、衣装法でねウォーキングビーム事件出ましたねウォーキングビーム式加熱炉事件出ましたよね当然、抑えてますよ。 ああということで判例の弱い人にはまあおすすめかなという気がしますね。判例論点攻略講座です、ね、ということでねああまあこの辺はまあ見といてくれ、ね、これはあのもう俺が言ってもしょうがないというかここに書いてある通りだからね61%とかはいまあそんなところですかね。 うんあとなんか言ってないことなかったっけしまってね。あーこれか。ああ、あのー、もう全部言ったじゃん。ね。だから、青本種子はそういうことだね。あのー、令和3年、令和5年改正まで押さえとる。ただね、令和5年改正はこれ、嘘言ってもしょうがないんで、あのー、ちゃんとね、こうやって載ってるんですよ。ちょっと見せましょうか。これはね ちょっとあの全部は見せられんよほら付録 2R5 改正事項ねところがちょっと断り書きがありまして収録時点もう収録終わってるんですが R5 年改正本青本23版まだ出てませんねいつ出るかも分かりませんなのであ特許庁の説明会資料等を参考にしてますええだから青本趣旨 対策講座なのに、違うやんけと、これはもうね。もうじゃない、これはもうやむを得ない事情です。あの、正当理由があります。ね、あの、不責自由と言ってもいいですね。まだ出てないんだよな。でも、講座はやらんといかんからね、うん。でもね、あの、遜色のないレベルで、ちゃんと理由付け言ってますから。えー、ね、どうですか。まあ、問題ぐらい。 もやろう例えば43条に行で優先権証明書類等という概念を導入した理由ね A ランクでしょうああねえそんな感じやっておりますからまあこんな感じですわねはいということでねあのまあ比較的安いですよね2万7,000ですでこれねなんかあのうん、えー、座以上 申し込むとねなんか圧縮されてほらカスタマイズ価格1万1,000円なるよ。ね安いわこれ。うん。ねすごいよこれ。もう50%以上オフやん、はい。かなり安いです。ねはいえー、ということでね、あのー、非常にお得感もあるこのピンポイント講座ですのでね。えー まあでもだからといってね例えばさっきのあの青本あ,あ違うわこのんだっけえー、そうそうだから青本でいいんだよあの文句言わんといてね先生青本師師対策講座のくせに令和5年あの青本やないやないですかって言われてもねもうこんだけ安く提供するんやからね、うん、そこは文句言わんといてくれる ね <laughs> 先生青本出資対策講座なのに改正本が載ってるやつからそれはもう逆に喜んでくださいよ。ねプラスアルファで載っけとるんやきねお願いしますよ。はい、でもまあもちろん値段が高くてそれなりにしっかりしたね質の高いあのこういうね理想と現実フルスペックバージョンなんかもねありますから論文の書き方が全然わからん人はむしろこっちの方がいいかもしれんよ。 ま高いですけど、ねはい、あとは洗濯講座とかねありますから洗濯民法とかねはいよーしということでねあのー、まあ何たって受験会最大の,あのシェア比率を誇るレックのね直前講座ですからえー、まあよろしくお願いしますわねまあとにかく今年の目玉はね もう私があのなんとあ直前討論初のね登壇ということですので、あ皆さんね。ふるってご参加いただければなと思いますね。私もらあの受講者が多いとね。あのエキサイティングしますからね。受講者が少ないと意気消沈しますから、うんていうことはないですよ。あの少なくても手を抜きませんけどね。まあ、それは大いに故障とはないですもんね。 はい、ということで、えー、あ今日のねテーマ「論文本試験はここから攻めていこう」ということやね。うんあのー、ただねせっかくこれ、あのー、このねレジュメあるんでちょっとねこの、まあ、青本講座のね一部ありますけどねこれねあれですよさ,さらにブラッシュアップしますからねこれね。んでかというとねあのまあいいわ。 あまあ、これ見せてもいいわ。でねあの例えばさっきもこの輸出の問題見せましたけど、えー、例えばどういうふうに進化してるかというとおあのこれだけじゃさキーワードがなんかよく分からんじゃんだからまあ見てくださいわかりますゴシック太字であのよりなんていうの,あの目立つようにしてるんですよほら,ほらゴシック太字で。ど これは同じ書体でね、なんかあんまりメリハリないですよね。そういうところからしてもね、進化の度合いが過去のものに比べてございます。えー、どうですかいうーん。ね。まあ審査基準講座もね、こういうふうに、ちゃんとね、フローチャートみたいなのもあるしね、そういう感じですわ。まあこれで以上ですわ。はい。じゃあ皆さんね、あのー、 ぜひね、この令和6年度、便利試験をねあ、制覇していただき、まあ、ひいては最終合格まで一直線と、ね、持っていきたいところですよね、うん、この激動のね、時代あ、もうこれからね、5年後はどういう技術がね、登場してるか、もう予想つきませんよ。そうでしょあの、AI だとかも全然予想できなかったものが登場するしね。うん チャット GTP ともう、ねまあ、本当にね予想ができませんその一方でこ,こういう技術はもう廃れるんじゃないかと思いきや意外と根強いとかね例えば車もさどんどん電気自動車になるとか言われてるけど果たしてそうなのかねまあそういうところをこのじにねこう仕事で携わることができる便利子っていう業務はね非常に魅力的ですええー、ぜひあのとっとと受かってあ実務会でね 勝ちししててくださいよ余力を残して、ね、私はね、受験みたいなね、あのこういうもんというのはね、ギリギリでもいいと思ってるんですよ。ね、トップで受かってもね、あのあ,れであのれで燃え尽きたら意味がないですよ、ね。ギリギリでもいい。で、その余力をあ実務の方で生かしてもらいたいなと、このように思っておりますけん。一つよろしゅうお頼み申し上げます。えー、それでは今日のね、えー、テーマである、 なんだっけ <laughs> 今日のテーマねちょっともう忘れあっこれだ今年の論文本試験今年の論文本試験ねここからあ攻めていこうということでレック専任講師のお宮口聡氏があお送りいたしましたそれではまたね現場で、えー、お会いしましょうあるいはその他講座でお会いしましょう 失礼いたします。